リゾート気分で夏を満喫。関西のプール付きホテル旅館おすすめ14選。夏はアクティビティが充実した施設でのんびり宿泊したいと考えている人が多いのではないでしょうか。今回はプール施設が充実した関西のおすすめホテル旅館をご紹介します。まず1軒目は、都会ながら自然あふれるロケーション、ホテルニューオータニ大阪。大阪城公園の緑を見渡すことができる歴史あるホテルです。ホテル内のフィットネスクラブに屋内プールがあり、夏は屋外プールも楽しめます。屋外プールの営業期間は例年7月中旬から9月中旬頃。写真映え抜群のナイトプールもオープンします。おすすめの客室は、格調高いインテリアが揃い落ち着いた雰囲気のジュニアスイート。翌朝まで贅沢な時間を満喫して日頃の疲れを吹き飛ばしましょう。2軒目は、プールに温泉にバーベキュー、夏を目いっぱい楽しめる有馬温泉有馬グランドホテル。有馬温泉の小高い丘の上に立ち、温泉街が一望できる景色が自慢のホテルです。例年7月中旬から8月まで屋外ガーデンプールがオープンします。プールは水深60センチ、110センチ、120センチの3エリア。小さい子供用のビニールプールもあります。夏は満天の星の下でバーベキューが楽しめる宿泊プランも。宿泊当日は朝9時から、翌日はチェックアウト後の12時までプールが利用できますよ。3軒目は、温泉のプールで泳ぎながら癒される有馬温泉銀水槽長楽。有馬温泉に湧き出る2種類の温泉、金泉、銀泉が楽しめる旅館です。夏限定の屋外プールの水にはなんと銀泉が使用されています。プールのオープンは例年7月中旬から9月上旬。宿泊日当日は14時から17時、翌朝は9時から10時30分まで利用できます。こちらの旅館では大浴場の露天風呂で金泉、内風呂で銀泉が楽しめます。贅沢に貸切露天風呂でゆっくり温泉を堪能するのもおすすめですよ。4軒目は、都会にいながらリゾート気分が味わえる神戸港温泉レン。目の前に神戸港を望む絶好のロケーションに立つ温泉旅館です。屋外温水プールがあり、年間通して利用できます。夏にはドリンクやかき氷などが楽しめるプールサイドバーが登場。また手ぶらで利用できるバーベキュープランもあります。週末にはナイトプールパーティーが開催。 DJ パフォーマンスや様々なイベントが楽しめます。客室は趣のある和洋室。宿泊者限定の展望大浴場では神戸港の景色を眺めながら温泉を堪能できます。プールを楽しんだ後に温泉でゆったりするのもいいですね。5軒目は、自分専用の露天風呂でプライベートタイムを満喫、夢千景別荘天原。淡路島にある全18室の温泉旅館です。例年7月1日から9月の上旬または中旬まで隣接するホテルニューアワジのシーサイドプールが利用できます。水深 1.2 メートルのプールのほか、水深 0.6 メートルのキッズプールも。キッズプールには滑り台もあります。目の前に広がる海を眺めながら過ごすことができる客室は全て露天風呂付き。好きな時間に温泉を満喫できるのは嬉しいですね。6軒目は、ライトアップされたナイトプールで幻想的な世界に浸る海のホテル島花。ヨットハーバーのある港の景色を望めるホテルです。例年7月1日から9月の上旬または中旬まで屋外プールがオープンします。デッキエリアではリクライニングチェアやパラソルが利用でき、ヨットを眺めながらくつろげます。日が沈むとボール型のライトが水面に浮かび、幻想的な雰囲気に。
プールは22時まで利用できます。マリーナを眺めることができる客室のほか、ヨットハーバーに停泊するクルーザーにも宿泊できます。非日常を味わいたい人におすすめです。7軒目は5万坪の森林に包まれた和の空間でくつろぐ城崎温泉西村屋ホテル松月亭。城崎温泉にある5万坪の森林庭園に囲まれた日本情緒あふれる温泉旅館です。例年7月下旬から8月下旬までガーデンプールがオープンします。たくさんの木々に囲まれたプール、子供連れのファミリーも楽しめる水深の浅いエリアもあります。昼間にプールを楽しんだら、夜は大浴場の露天風呂で温泉を堪能しましょう。客室は和室、洋室、和洋室と様々なタイプから選べますよ。8軒目は、青い海と森の緑に包まれる癒しのひととき、グランド日光淡路。淡路島東海岸沿いの明石海峡大橋からほど近い場所に立つホテル。例年7月中旬から9月中旬まで屋外プールがオープンします。海を見渡せるロケーションの屋外プールには子ども用プールやジェットバスも、また通年利用できる屋内プールもあります。客室の窓の向こうには淡路島の豊かな自然が広がります。青い海と壮大な緑に心が癒されること間違いなしです。9軒目は、まるで地中海のリゾートのよう、おしゃれなガーデンプールが魅力、白浜小金井リゾート&スパ。和歌山県白浜温泉の丘の上に立つリゾートホテルです。オープンテラス付きの室内プールは通年利用でき、ジェットバスも楽しめます。例年7月中旬から8月下旬までオープンするガーデンプール、プールサイドのバーではランチも楽しめます。客室は全室オーシャンビュー。大浴場には夜になるとライトアップされる露天風呂もあります。日常の喧騒を忘れてのんびりした時間を過ごしましょう。10軒目は、太平洋を一望できる温泉が魅力、インフィニートホテル&スパ南紀白浜。白浜の温泉街から少し離れた高台に立つホテルです。プールは宿泊者専用のプライベートプールなので、ゆったりと楽しめます。オーシャンビューの客室からは、白良浜の花火を見られる日も。また、ホテル内の3つの大浴場、空、海、スバルからは、壮大なインフィニティビューが楽しめますよ。11軒目は、クラシカルなリゾートホテルで夏の思い出作り、島観光ホテルザ・クラシック。島半島南部の阿賀湾を望む高台に立つ歴史あるリゾートホテルです。緑に囲まれた庭園の中に宿泊者専用の屋外プールがあります。プールのオープンは例年7月中旬から8月末まで。水深の浅い子ども用の円形プールには滑り台もついています。おすすめの客室はクラシックモダンで落ち着いた雰囲気のプレミアムツイン。宿泊者限定のアクティビティも用意されているので、夏の思い出作りに出かけてみてはいかがでしょうか。12軒目は、木のぬくもりを感じるログハウスでプライベートタイムを満喫、フィオーレ島。阿賀湾を望む丘の上に佇むログハウスリゾートです。例年6月下旬から9月まで屋外プールがオープンします。宿泊者は20時まで利用できるため、夕食後に星空を眺めながらプールサイドでのんびりするのもいいですね。客室はすべてコテージタイプなので、周りを気にすることなく快適に過ごせそうです。ペットと一緒に泊まれるコテージもありますよ。13軒目は、プールサイドでのんびり森林浴ができる眠リゾート。伊勢志摩の豊かな自然に囲まれたリゾートホテルです。
例年7月中旬から9月下旬まで宿泊者専用の屋外プールがオープンします。芝生が広がるプールサイドではホテルロビーラウンジのメニューをデリバリーで楽しむこともできます。客室の大きな窓からは伊勢志摩の緑と空が望めます。夜になったら小高い丘の上の焚き火カフェを訪れてみてはいかがでしょうか。満天の星に感動すること間違いなしです。最後は迫力満点、水を使ったアトラクションで夏を満喫、ホテル花水木。長島スパーランドに隣接する長島リゾートオフィシャルホテルです。長島スパーランド内には広大なウォーターパーク長島ジャンボ海水プールがあり、宿泊者は割引料金で利用することができます。流水プールや温泉プール、屋内子供プールのほか、音楽に合わせ約40機のウォーターキャノンから水が飛び出すミュージックスプラッシュや、巨大バケツから大量の水が降り注ぐジャパーンなど、ウォーターアクティビティも充実しており、子供から大人まで楽しめます。すべての客室で天然温泉を堪能でき、広々とした和室は家族やグループにぴったり。大浴場もあるので遊び疲れた体を温泉で癒しましょう。以上14施設をご紹介いたしました。プールだけでなく客室や温泉も魅力的な施設がたくさんありましたね。お出かけの際は最新情報をご確認ください。じゃらんではお出かけしたくなる様々な情報を発信しています。そちらもぜひご覧ください。